皆さんこんにちは、イグです。はい、ここに謎のほぼ日手帳の箱があります。今回はほぼ日手帳で買ったのが、ほぼ日ストアで買ったのがカバーだけだったので、おまけももらえなければ箱も来なかった私なんですけど、手帳紹介第9弾ですね。ほぼ日手帳を追加したのでご紹介したいと思います。ぜひ最後までご覧ください。ほぼ日手帳増えました。ご覧の通り、皆さんがよく開けている大きさではなく、ちっちゃい箱ですね。開けていきます。いや、もう増えない予定だったんですけどね、つい。ちょっと納品書があると思うんで、はい、納品書を取りました。では開けていきます。この箱を開ける感じが久しぶりで嬉しい。はい、ということで、ほぼ日手帳本体のオリジナルサイズ、月曜始まり日本版一部、そしてカバーオンカバーは透明のものです。買ったカバーなんですけど、こちら普通のカラーズのオリーブガーデンを購入しました。結構地味かなと思ったんですけど、割と数年前は黄色とかオレンジとか、そういう元気になれそうな色を好んで使ってたんですけど、ちょっと疲れる感じになってきまして、年齢的にですね、落ち着いたカラーを選びました。で、柄付きにしなかったのは、絵はがきを最近手に入れることが多いので、いろんな絵はがきを気分で変えていきたいなと思って、カラーズにして、カバーオンカバーも透明のものにしました。そして前回もらえなかったこちらの特典と、特典とっていうか特典のメモ帳とボールペンですね。可愛い色が、やっぱりなんかミッフィーちゃんを思い出す色。よかった、買い直して。で、こちらは5ミリ方眼ノートですね。柄ですが、何が出るかな。よしよし、はいはい、かわいい。ちょっと私今回緑にすごく縁がないですか。ほぼ日のスニーカーも緑だし、最近使ってる測量野鳥も緑だし、まあ、iPhone も緑なんですけど、買ったのも緑。かわいい、このロゴめっちゃかわいいですね。ほぼ日って、これ B と日なんですけど、右のラインが B はちょっとくぼんでて、日はまっすぐっていう。かわいい。で、これメモ帳ですね。点線は入ってないタイプ、入ってないタイプです。普通に手帳のこういう風に挟んで使おうかな。あ、ちょっと熱くなっちゃうかな。まあ何かに使いたいと思います。セットは前のカバーもまだしてないので、今回もまだせずに、来年の手帳セットアップっていう動画で一気にやりたいと思います。あ、そうそう、使い道ですね。なんで1冊増えたかっていうと、普通に予定管理はスニーカーでやるんですけど、普通にその日にあったことを一言でもいいから、なんか書いたり貼ったりしていくノートが欲しいなと思って買いました。書けない日は忙しいとか仕事とか、もう納期やばいとか、そういう一言でもいいから、1年をこの1冊にまとめたくて買いました。で、前回買ったオリジナルもこれと同じなんですけど、それはデコレーションしてちょっと短めの日記を書いてっていう、まあ、見せる感じの日記を書きたくて買ったものですね。
で、オリジナルの本も買ってるんですけど、それは今細かく黒だけで日記を書いているそのまま使います。なので一応使い道はいろいろなんですけど、ちょっと予定外に買ってしまいました。やっぱりなんかそういう使い方をしている方のね、動画を見ると憧れが生まれて私もやりたいってなっちゃうんですよね。ということで今回はまさかのもう終わったと言っていたんですが、2025年に私が使う手帳第9弾ほぼ日手帳追加分をご紹介しました。今10月の半ばなので、今度は手帳、いろんな手帳ありますけど、それを来年仕様にセットアップしていく動画っていうのを徐々に撮っていきたいと思います。では今回の動画はここまでにします。最後まで見ていただきありがとうございました。ではまた次の動画でお会いしましょう。イグでした。バイバイ。